Japan is one of the richest countries in the world. But when I observe its people and how they're living in this country, it doesn't look like it, especially nowadays. Now, this may not seem to make sense because Japan has some of the lowest unemployment rates in the world, not mention having universal healthcare insurance, and you don't often see homeless people on the street, unlike in the UK or Canada. But this country has a huge increase in poverty, and many don't even have own homes. So living in net cafe or manga kissa regularly as an alternative of house. In Tokyo alone, it's estimated at 4,000. But experts claim the number can be way more than this and likely to be rising as more and more people work in non-regular employment. This is Hiroyuki, who's been living in net cafes for more than 5 years. First thing first, he asked me not to show his face because he said he's too shameful to do that. 自分は本当に完全な負け組ですよね。まあこういう生活をしている自分がすごく恥ずかしいというか、まあ8年前に名古屋から上京してきたんですけど、まあ建設系の会社で働いてたんですけど、腰をかなり痛めてしまったんですね。で、辞めるしかなくて、そっからもうずっとネットカフェ生活ですね。まあ仕事を必死にこう探していても、どこも正社員として雇ってくれないので、まあ日雇いの仕事をしながら、なんとかこう、その日暮らしをしているって感じですね。やっぱこの生活はすごく不安定だし、こんなはずじゃなかったなっていう感じなんですけど、抜け出せないんですよね。To be fair, this is much better than living outside like this. Because at least it's warm and quite comfortable actually if you got used to it. Some of the net cafes I've been to,Even provides you free food or free drink, as well as shower, laundry, and lots of manga, of course. そう、夜も朝もなんかなんだろう、ずっと食べれる。置いてあるじゃないですか、もう。卵とか乗せ放題。満喫ありがとうですよね。But not everything is great. You surely get some issues. And these are some of them. And these are exactly the reasons why Hiroyuki can't get out of this life.それはこの生活抜け出したいなって思いはすごくあるんですけど、でもどう頑張っても無理なんですよね。まあアパート借りるってなったらそれなりの収入と高い初期費用が必要なんで、自分にとってはハードルが高すぎるというか、自分は奨学金の借金もかなりあるので、やっぱ部屋貸せないってなるのはしょうがないと思いますね。親との関係は最悪に悪くて、まあある意味実家を追い出されたような感じなんで、親に助けを求めるっていうのも無理ですね。実際ネットカフェ難民っていうのはどのくらいいたんですかね。結構いますね。そのナイトパックで来るお客さんの7割ぐらいはネットカフェ難民の方だったと思います。ネットカフェ難民も結構自分自身プライドがあるんで、ずっと同じ店に来ないんですよ。今日はこの店、あ、じゃあ今日はこの店っていうんでローテーションしてるんですよね。外で安くそのロッカーって、例えば駅とかにロッカーってあるじゃないですか。そういうところにその入れてこう荷物をしまってからこう入店するみたいな。ただ皆さん仕事してるみたいなんですよね。アルバイトなのか、そのスポット的な仕事なのか、おそらく収入を入ってくるような人たち。ホームレスとはまたちょっと違うんですよね。うん、ただネットカフェ並み見てると、やっぱそのアパート利用するにも、やっぱ最初に20万とか30万とかお金が必要だったりとか、あの保証人が必要だったりとか、定期的な収入があるないとか、やっぱ敷居が結構高いじゃないですか。うん、ネットカフェ難民からな、まあ、抜け出せない、まあ、経営してたネットカフェは6時間ナイトパックで1300円ですね。カプセルホテルだとやっぱそこまで安くできないと思うんです。値段的にはやっぱ安いと思うんですよね。まあその環境に慣れちゃうっていうか。うん、I think renting is never easy any country. But in Japan, this is extremely hard for the people in poverty or those who can't rely on their parents. コロナがひどかった時、多くのネットカフェが閉まって、まあ、その人たちが追い出された。で、それで住まいと仕事を両方失ったみたいなことを聞いたんですけど、どうやって生き延びたんですかね？まあ、うちの店は、営業したんですね。その理由としてはお客さんから言われたんですよね。休業したら困るからお店開けてくれって言われて、それがなかったら行くところもなくなっちゃったのかなって思うんですけども、そう言われたらちょっとしょうがないと思って開けました。 Before in Japan, those net cafe refugees were mainly middle-aged people. But nowadays, we see more and more young people in their 20s or 30s. Because poverty is rising, especially among young people.
あんまり路上に出てるっていうよりはネットカフェに生活してたりとか、やっぱ友達の家にこう頼ってたりとか、あと繁華街にたむろするとか、やっぱそういう形で生活してる若い人は多かったりするので、なかなかやっぱ見えにくいんだろうなっていうのをすごく感じますね。 His organization 参画者has been seeing a huge increase of young people needing help. And in Japan, those organizations or volunteers are pretty much only lifelines for them. まあやっぱりまだまだ課題が認知されてないっていうところあると思うんですけど、若者の支援やっぱ拡充してほしいなと思っていて、まあそれこそ住まいの問題とかに関して言うと、やっぱり高齢者とか障害者とかの住まいの支援はあるんですけど、やっぱり若者も困ってる層はたくさんいて、その若者に対してのこう制度設計とか支援とかの拡充っていうのはやっぱりこれからやっていかないといけないかなと。繰り返し利用するって方だったんですけども、ある日突然カウンターの前でちょっと倒れちゃって電話をしたいって言うんで、自分自身その電話機を持ってないからお店の電話を貸してほしいって言われて、で電話貸したんですね。まあ家族にこう電話するわけですよ。その、俺こういう状態だからちょっと、助けに来てくれないかとか、ちょっと一緒に住まわせてくれないかっていう会話だったんですけども、身内の方が、なんか、拒否するわけなんですよね。もう一緒に住めないから、もう自分で何とかしてくれって、かわいそうなシーンをちょっと見てしまったことがあるんですよね。そういう状態だったのに家族は助けてくれなかったと。まあ、そういう人は何人もいると思いますね。結構やっぱ虐待を受けてる子が多かったりしてて、まあ、暴力を受けることもあれば、なかなかこう関心向けてくれないとか育ててくれなかったとか、まあ、親にそもそも相談しようと思わなかったりとか、まあ、もっと言うと大人にこう相談、大人がちょっと信頼できないとか、まあ、そういう若者が多いんですね。で、子どもの貧困で結構子どもたちの支援は増えたんですけど、まあ、大体がこう中学生までだったり高校生までだったりするので、まあ、最近だと本当に大学生の支援とか二十歳前後の子の支援というのは結構手薄になっている印象です。 So going back to this, some of the reasons for that, for example, young people or children taking care of their family members like parents or grandparents, which we call young carer, the number has been rising a lot as elderly population rising in Japan. Japan recently acknowledged this issue and started to support them, but many of them still stuck in the shadows and likely to end up in poverty. Also, a rapid increase in the number of this, and not just they are driven into poverty, but many of them developing mental illness, and in the worst case, some even committing suicide for that. 岩本さんがこの問題に関していろいろ調べてきて、まあアンケートなんかもしてきて、分かってきたことっていうのは、まあ学費もどんどん高騰していますし、その親世代の収入が低下したことによって、奨学金を借りないと大学進学できないよっていう人が今すごく増えてる。そういうふうにこう奨学金を借りる人とか借りる額とかも今どんどん増えている。じゃあ実際返せるのかっていった時に、今ってもう4割が非正規雇用の時代ですよね。で、もし正社員になったとしても、ブラック企業で長時間労働でいつ体を壊して働けなくなってしまうかわからないっていう状況に多くの若者が置かれていて、どんな人でも奨学金返済が困難な状況にっていうような社会に今なってきてるんですよね。And this issue heavily affecting Japan's future as it's making our programs even worse.結婚を諦めたとか、出産、子育てを諦めたっていう人がすごく多かったんですね。なかなか育てられる余裕がないってなったら、やっぱり少子化にもつながってきますし、次の世代の働き手っていうものも、どんどんこの社会で再生産できなくなってくる。Actually, it's kind of already happening. More and more companies in Japan raising their retirement age to cope with it.But some people pointing out, this is not gonna solve the actual issue. And still many people giving up on marriage or having kids because of their poverty. やっぱりその子育てとか教育に対する国が保障するっていう制度がやっぱ日本にはすごく少ないので、平均年収の家庭であっても、子供が2人いれば生活保護水準にまで落ち込むっていう調査もあるぐらいなんですね。例えばこう何か自分の本当に学びたいことがあったりとか、本当に社会のためにこんなことしたいなっていうふうに想像しても、500万円の奨学金とか不安定な雇用とかそういうものがこう降りかかってきて、なんかどんどん可能性が狭められてしまうような、なんかすごくそういう閉塞感のある世代、そういう時代に生きてるなっていうふうに。 And some people say this is also heavily because of the poverty among young people. 経済の状況と童貞喪失率には相関関係があるみたいな。
だそういう非正規雇用の人が増えているとか、やっぱお金を持ってない層は同定率が高いみたいな。 So in Japan, more and more companies are reducing regular employees and increasing non-regular ones. 派遣の手取りって意外と高くて、なんですけど収入面の不満足というよりかはやっぱりその待遇の悪さ、切られやすいっていうのが、まあ、一番の不安要素なんじゃないかなっていう。一番先端、末端にいるので。And in many cases, you don't get any of these as a non-regular worker. So if you got sick, injured, or pregnant, for example, you might be losing not only your income, but also your job. And just recently, Japan finally started to work on the issue, which hopefully not gonna be too late. まあ、正社員として働いてる方が一人暮らしをしてるのは、まあ、当然って感じはするんですけど、やっぱりこう非正規で一人暮らしをしてる友人っていうのはほぼほぼいなくて、給料が低くても正社員の場合なら家賃補助が出る場合があったりすることが多いんですけど、非正規の場合それが得られないので、まあ手取り15万ぐらいから、もし都内で住むってなったら5万ぐらいかかるじゃないですか。ってなって携帯払って水道代払ってってなると、もう相当切り詰めないと暮らしていけないところがあると思うんで、若者貧困はあると思います。主に非正規雇用っていうジャンルで多いと思いますね。安定的にこう雇うってことが非常に難しいんで、なるべくお金使わないようにしなきゃいけないんですけども、そうなるとやっぱ経済ってどんどん悪くなるじゃないですか。まあ、奨学金が返せないっていうのも基本的にはもう借りた自分が悪いんだっていうふうにほとんどの人は思ってしまいますよね。自分の力で自己責任でっていうふうな意識が働いてしまうっていうことがやっぱり現実的にあると思うんです。その私たちも奨学金プロジェクトとかを立ち上げてますけど、そういうふうにして、いやこの問題ってあなた一人の問題じゃないんだよ、世代の共通する課題だし、社会的な対応を求めていくべき課題なんだよ、変えていこうよみたいな道を示したいなっていうふうに思ったんですよね。このままの状態だったら本当絶望的ですよね。なんか正直死にたいなっていうか、結構日本は豊かな国だからそこに住んでる人たちは幸せなんじゃないかって思われてると思うんですけど、自分は全然そんなことないと思いますね。今の日本の社会ってじゃあ本当にいいのっていう、それって非常にこう疑問が残るところだと思うんです。だって4割の人が非正規雇用 で多くの人が奨学金で、子供を産むことすら制限されていて、もう明日の生活もわからないっていうような状況で、この状況いいの本当に、これでなんか平和だねって言ってるけど本当に平和なのっていうことは、私はこう現場で相談を受けたりしてて非常に感じるところですね。